山者にやれるもんならやってみろという構図です。新たにこの K1 に殴り込んできたのはこちら青いグローブの白畑優勢、そして赤いグローブ画面左側三浦和樹です。掴んだ状態が長くさあ K1 公式サポーター自分で距離を作る最初の印象から伺いましょう。ずっとこのリング上でバンタム級支えてきた三浦、うん、いやこれからなんだと白畑やってまいりました。分かりやすいですね。そうですよね、はい、またどんなドラマが見れるのかすごい楽しみです、はい、そうですね、はい、まあ言ってみれば53キロリミットの主軸三浦、はい、そこにくさびを打ち込むかという青いグローブ白畑はサウスポースタイルです。反対の構え赤いグローブ三浦オーソドックススタイル、ともに髪の毛金髪に染め上げています、うん、さあ佐藤さんこの一戦ですけれどもね、あーブロー三浦の下腹部にローキックが当たってしまいました。佐藤さん伺いましょう。まあ共にスピードもあります、日本拳法歴が幼少時からある三浦、8歳からのキックボクシング歴がある白畑、どんな印象でご覧になってますか？お互い結構アウトボクシングが得意で、はい、三浦選手は足が速い感じで、白畑選手はまあムエタイ系ですよね、はい、テクニック、ね、お互いアウトボクシングながらテクニックの根幹が違うので、まあ、そこがどう噛み合うかどうかですね、はい、今でも最初のインローの金的っていうのはまだ噛み合ってない距離だったから当たっちゃったんですね。ということでああなってしまうわけですね、はい、すごい早い。どうしてもオーソドックス相手のサウスポーの選手のインローは金的に当たりやすいんですよね、はい、ここ左ミドル強い。でミブロ選手はムエタイ系じゃないんで、はい、あんまりキックをその常でカットするってことはそこまで多くないので、だから金的に なっちゃうんだよね、はい。もともと地元福岡で戦っていました三浦、力道場静岡に住み込みで腕を磨いたわけですね、まあ、東京ではなくちょっと一味違うことをやりたいという三浦の心情、そこに左ミドルキックは白畑、まあ、強さとは関係ないですけど顔つきもなんか本当プロっぽくなってきたなと思います、三浦選手。本当にそうですね。ですから古畑さん本当にこれ若いファイターを追いかけていると、おお互い左、はいはい、これ面白いんですね。その顔つきから雰囲気まで変わってきますもんね。白畑もいいミドル打ちますね、はい、キックがすごい。あれ腕で受け続けると潰れますよ。なるほど、まあ、タイのムエタイ選手よくやりますよね、うん、はい、まあ、今ちょっともう右の肘のあたりが三浦赤く変わってきています。でもそこに突進力がある三浦、遠い距離から一気に近づいてきます、まあ、K1 の厳しさ教えに来たとこの横浜にやってきたのが三浦です。強気で、まあ、白畑にこれ佐藤さん好きなように動かせないようにしてますね三浦は。そうですね、まあ、でも白畑もうまく回ってミドルは当ててますよ、はい、足でカットしてなくて腕で受けてるんで、はい、受け続けるとちょっと怖いですね。なるほど、まあ、あのうるさいミドルキックを三浦はどう捉えるかですね、はい、どう返していくか、まあ、時折右足上げるようにします。残り40秒切りました。第1ラウンド今日はバンタム級の戦い4試合ラインナップ。三浦選手ミドル受けるときに右肘ちょっと開いてるんですよ、はい、だから肘に当たる可能性があって、はい、肘に当たると蹴った方も痛いんですけど、蹴られた方も関節が腫れちゃって腕がもう曲げ伸ばしできなくなるんで、そうでしょうね。またそれだけ白畑のミドルキックが強烈ですもんね、強烈ですよ、はい、それはたった一発のミドルキックでもそうなる可能性があります。ハイキックとミドルキックの中間のような高さでも放ってきます。いや落ち着いた動きから強い攻撃白畑、第1ラウンド終了。K1 バンタム級の若い力18歳対決もありました。こちらは三浦21歳白畑20歳の対戦です。
郡司大斗選手の姿も向こう側にあります。そしてミブロサイドにはいつものようにレオナ・ペタス選手がセコンドについています。試合は第2ラウンド中盤に突入です。まあでも本当に素晴らしいのは古畑さんも2人ともインターバルの間も一切息が乱れていませんよね。本当そうですよ ね、 あの白畑さん のキックが本当にこうなんか爆弾みたいなドーンみたいな感じがすごいなっていうような印象ですね。まあ、狙い体重がしっかり乗ったミドルキックですよね。まあ、これまあその度音すごいですもんね。音がすごいですよね。そこに右ストレート、ミブロが捉えるか。左フック、ミブロはやっぱ速いですね。いいですね。ちょっと速度でこれ制してやろうという動きなんでしょうか。膝から右ストレート、今度こうやって三浦、はいはい、は今まっすぐガッと入っスピードで入ってきてるじゃないですか、はい、白畑はカウンター狙うと思いますよ。お膝蹴りとかそれだけもう目も慣れてきますもんね。まあ、白畑にこれ組み付きで口頭注意1、まあ、1ラウンド中に3つ重なるといけません。あ、蹴りのモーション見せてからミブロボギー打ち左、いいボディ、いいボディ、ローブローというアピールあってタイムストップです。しかし今の攻防なども佐藤さんなかなかこれ目を奪いますよね。お互い、ボディ打ち、はい、白畑の左のボディフックも、はい、速いしかないので試合を再開します。距離感っていう点では佐藤さん第2ラウンドどうですか、変わったところはあるんですか。距離感はあの白畑の距離も少し遠めからミブロがかくらんでガーって入るんですよ、はい、でそれでちょっとさくらんさせてる、あのかくらんしてるんですけど、はい、であの白畑はそこにいながらカウンターをちょっと狙ってる状態、はい、まあ、捉えられればという白畑、あのサウスポーの白畑からしてみると、はい、左の天下を左の膝蹴りですね、はい、それはあのミブロにはモロに当たる体勢なので、はい、ミブロのパンチに合わせて白畑は天下を当てられるか、まさに天下をそのムエタイ流のこう呼び名ですよね、はい、組まない膝蹴りを天下をって言いますね、はい、それが標準装備されている白畑、この K1 ルールでは、まあ、クラッシュ合わせて2戦目、今のやつは膝蹴りバックの、はい、軌道を変えて2戦、こういうところで惑わせてもいくんですね。そうですね、はい、残り1分半過ぎました。膝蹴りを打っていって相手が下がったらそのままミドルに変えちゃうんですよ。あ、威力は出ないんですけど、はい、相手は嫌です。インの一発、古畑聖夏さんどんな印象で見てるんですか。いや、なんかいきなりこのミブロさんがスピードガッと上げてきたなっていうのは来ましたね。ミブロー右ストレート、さらに打ち崩した。不安定な体勢となった白畑、それを正確に狙い撃ち、パンチですね、特に右さえ渡りました。ダメージ、タイムストップ、タイムストップです。佐藤さん、これ痛み走ってますか、白畑。そうですね、まあ、痛みというより、まああのはい、頭効いてますよね。あ、今これ攻撃の中で何かあったかな、咎められる点があったでしょうか。これは審判団により協議を行っております。何何、あ、競技に入る、しばらくお待ちください。ただいま審判団により協議が行われております。まあ、こういう場合というのは瞬間瞬間いろいろなことは考えられますけれどもね。そうですね、何だろう、崩れた後の攻撃っていうのも一つ考えられますか、その前でしょうか。どっちなんだ、倒れた相手、過激が入ってたから注意して、はい、わかりました。試合を再開します。あ、この後発表があるものとは思われます。まあでもダウンはこれダウンとして認められていますね、はい、あと40秒余り、白畑にとっては左ミドルキックを放って、またさらに佐藤さん、これ、まあ、リカバリーは、まあ、時間はありましたね。しかしミブロの圧力は衰えません。この左ミドルキック、いや、肉を切らせて構わないということか、前に出続けています。三日月蹴り気味、白畑はね、ダウン以上の逆転をしなきゃいけないんで、大変ですよ。そうですね、これで大きな差がついてしまいます。接近してくる、ぐるりと回る、左ミドルキック絶対忘れません。青いグローブの白畑、膝で返してミブロが追いかける。ここで第2ラウンド終了です。さあ、レオナ・ペタス選手、それから加藤コーナ選手もいますね。赤コーナー、ミブロサイドです。
佐藤さん、はい、また改めてこのラウンド重要ですね。第2ラウンド、そうですね、あのこのラウンドやっぱミブロの少し自分の距離の外からババッと勢いよく入ったワンツーが良かったですよね。改めてご覧いただきます。これ右左、その後左フックから右ストレート、膝を打って体が浮き上がったところ、この一発を多分レフリーは、はい、最後のってことですか、もうダウンしてるわけですね。なるほどなるほど、はい、もうでも選手ってもう気持ち入っちゃってるんで、そうですよね、もう、まあ、わざとじゃないんですよね、うん、そう、もちろんもちろん、はい、この一発で変わるかもしれないもんね、はい、そうですね、まさにそれが命取りになるリング上2人の戦い、ね、さあインターバルが終わります。この後最終第3ラウンド、タイムストップ、タイムストップがかかっています。あ、正式な発表でしょうね。あ、なるほど。ただいま赤コーナー三風呂選手、先ほどの攻防において倒れた相手への攻撃があったと判断され、反則による注意が与えられました。ダウンとしては認められているということでしょうかね。ラッピーファイナルラウンド、注意は一つありました。倒れている相手に攻撃を加えてしまった、パンチを加えてしまったミブロ、まあでもこれは一つ大きなポイントということに、佐藤さん変わりは全くありませんので、そうですね、このアウトボクシングの白旗にとって、はい、この2ポイントをどうやって挽回するか、いや取ってきました、うん、こういうのですよね、いいですよ、いいですよ、思い切ってきましたね、はい、そして左ミドルキック、バランスを一瞬崩したかミブロ。となるとでも古畑聖夏さん、これはダウン以上のさらなる上の段階みたいな、取らないといけないってことですよね、結構大変ですよね、左を見せて右、だいぶ速さという点でも佐藤さん、この白旗の動きにミブロがまた上を行くかのようなスピードありますね。そうですね、スピードではキレはミブロの方がやや上回ってますね、お互いやっぱ速いですよね、うん、蹴りの威力はやっぱ白旗ですけどね、ははそこは変わりませんか、はい、あ、今も肘に当て込んでいきます、いいミドルですよ、ジニーハイから圧力はミブロ、ただこのミドルで逆転できるかっていうところですね、そうですね、最終ラウンドで、はい、まあ、耐え切るかミブロ、そして右のピンゴー、もう一発腕に意識かせて、その後何か狙ってるかもしれないですけどね、まあ、となると残された時間は1分40秒を切っています。白旗左ミドルキック、まあ、これでいわゆる餌を撒いているという段階になるのか、そして佐藤さん、ミブロの方もさらなる先の段階あるかですよね。そうですね、まあ、でもミブロも大きいポイント取ってるんで、はい、あのまあ、そこまで無理はしないんじゃないかな、まあ、なんといっても3回対戦している K-1 王者黒田東馬選手と4度目の対戦を直訴していますミブロ。それまで古畑さんも負けるわけにはいかないっていう、絶対負けるわけにいかないですよね、いやそれを食らえばでかいというのが白畑、ホールディング口頭注意1、残り55秒を切っています。ワンツー白畑、青いグローブ、ボディ膝また高い、潰されましたね、しっかりと壁になっています。バンタム級日本トーナメント第3位だったミブロ、文字通り白旗の壁となり得ています。白旗の回る左側、右ミドルキック、うわ左巨神、ミブロも一発を狙うか、左ミドルキック、すごいね、これがこの試合の生命線、白旗です。15秒あります、何があるかその先、右で測って左ミドルキック、三村はどうする、下がっただけではいやいや前に出る、そこに左ストレート、白旗前蹴りで止めた三村、ダーリハイ最後に放った白旗、ここで試合終了です。ダウンを一つ奪っているのは赤コーナー三室和樹、この後それも加味された判定が発表されます。先に中央にやってきました赤コーナー三室です。続いて青コーナー白旗、お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ西村29対28、赤三室、三室1票、29対28、
30対28、赤ミブロ、ミブロ勝ちました。30対28、29対28、赤ミブロ以上判定、3対0、勝者赤ミブロ、29対28、1人は2ポイント差の30対28。力道場静岡、ミブロ和樹、ここで踏ん張ってきた意地を示しています。古畑さんにはまず感想からいただきましょうか。いやもうなんか見てるこっちが本当なんか体力奪われるような本当に見ててすごい楽しい試合だなっていうふうに思いましたね。それだけ動きと戦略がありましたもんね。佐藤さんいかがでしょう。そうね、ミブロの白畑という強敵相手に、はい、まあ、完勝というんですかね、しっかりダウン取って明確な差を取って勝ったんで、またトップ戦線に返り咲いてくれるんじゃないですか、ね、その差をいかに新たにやってきた敵に見せるかって大きいですもんね。そうですね、はい、そのこれからこの黒田トーマという、はい、ね、でかいチャンピオンがいるんで、まあ、また挑んでもらいたいですけどね。そうですね、はい、絶対に諦めないんじゃというのが三室和樹です。ここですね、まあ、一発多かったわけですが、まあ、ファイター止まりません。こうしてでも攻撃の精度などもいろいろ分かります。まあ、白畑選手も見るべきところは随分、はい、いいミドルキックしますよね。これ本当最後まで自分の、まあ、勝敗より自分の戦いを貫くことを選んだなって感じ、はいはい、だからもうそれだけ自分のスタイルに自信持ってるんだよね。まあ、佐藤さんミドルキックだったり膝だったりはもう階級もちろん違いますが大の得意でした。選手退場、今リングを後にしています。この一勝をもってこの後のバンタム級の2試合も睨んでいます。ちょっと安堵の表情もあるか、三室和樹。